パウロ・ソーザ、パウロ・ソーザ、パウロ・マヌエル、カルバー・リョソーザ、1970年8月30日隊は、ポルトガル・ビゼウ出身の元サッカー選手、元ポルトガル代表、サッカー指導者、現役時代のポジションはミッドフィールダー。少年時代に、レペセンセスというクラブでサッカーを始める。当初は、ォワードとして起用され、 一試合で15得点を上げるという離れ技を演じたこともあった。また、当時は本格的にサッカー選手を目指していたわけではなく、学校の教師を志望していた。1989年にポルトガルのベンフィカでプロデビュー。そこでさらなる経験を積み、ベンフィカではパウロ・フットレや、ルイ・コスタ、ジョアン・ピントラと共に一度のスーペルリーが制覇と一度、達者で、 ポルトガル制覇に貢献した。また1993年にスポルティング CP へ移籍し、1シーズン在籍している。1994年にイタリアの AS ローマ、ユベントスからのオファーが届いたが、ユベントスを選択。1994から95シーズンからは、ユベントスでプレーすることとなった。このシーズンのゆうべは、新監督、マルチェロリッピカで、 攻撃的夫人を敷いていたが、その中で総座は、生命線であるボランチのポジションを務め、中盤の中央にポジションを取り長短のパスを使いして、巧みなゲームメイクを見せ旧シーズンぶりのスクデット獲得に貢献。セリエ A 最優秀外国人にも選ばれた。翌シーズンは UEFA チャンピオンズリーグ優勝にも貢献。しかし、1996から97シーズン、直前に、 フロントとの確出が表面化し、ドイツのボルシア・ドルトムントへ放出された。ドルトムントでも、中心選手となり1997年5月の UEFA チャンピオンズリーグ決勝進出に貢献し、決勝戦の相手はフルス・ユベントスとなった。試合は、ドルトムントがプレッシングでジネディーヌ・時代やリ,リディエ・デシャンラ・ユベントスの中盤を封じ、3から1の勝利に貢献した。 異なるクラブで2年連続チャンピオンズリーグ制覇を成し遂げた2人目の選手となったが、これについては私のフットボール人生で最高の瞬間だったとコメントしている。また同年冬に行われたトヨタカップのクルゼーロ戦では絶妙なクロスでチームの2点目をアシストし、勝利に貢献した。1997から98シーズン途中に、 インテルミラノに移籍するが、慢性的な故障もあって、実力を発揮できず、パルマ AC へのレンタル移籍を挟んで、ギリシャ、パナシナイコスに移籍。パオ、パナシナイコスの愛称の2年連続チャンピオンズリーグ一時、リーグ突破の原動力となるも、高年報及び年齢を理由に2001から02、シーズン途中で解雇され、リーガエスパニョーラ所属エスパニョールへ移籍した。 2002年7月2日午後12時、ジャモールの国立競技場で、私はプロフットボール選手としての引退を正式に発表しますと、現役引退を表明した。引退の原因としては度重なる負傷との戦いに疲れたこと、最近の代表チームで思うような活躍ができなかったことなどを挙げている。代表レベルでも1989年には、ユース代表として、 フィファワールドユース制覇。1991年にはポルトガル代表に選出され1月16日のスペイン戦で代表デビューを飾った。2002年5月13日、2002フィファワールドカップのポルトガル代表として選出された。ゴールデンジェネレーション最後の挑戦は1勝2敗、総得点6、総失点4のグループリーグ敗退に終わった。総座は 大会前の怪我の影響もあって、一試合も出場することなく終わった。ポルトガルで開催されたエウロ2004でアドバイザリースタッフとして参加、ポルトガル U-16 代表の監督を務めた。さらにポルトガル代表監督であったルイス・フェリペスコラーリの下、アシスタントコーチを務めた。2008年の11月にイングランド2部のクイーンズパークレンジャーズの監督に、 就任した。2009年夏にスウォンジーシティの監督に就任し、2010年7月からはレスターシティ監督に就任。だが開幕から調子は上がらず、10月1日にわずか3ヶ月で解任された。2011年からハンガリーのビデオトンの監督を2年間務め初年度に国内カップ戦を制覇。2013から14シーズンは、 イスラエルのマッカビテルアビブを率いて、イスラエルプレミアリーグを優勝し、コーチングキャリアで初のリーグタイトルを獲得した。2014から15シーズンより、スイスのバーゼルを指揮し、UEFA チャンピオンズリーグベスト16進出を達成したラウンド16でポルトガルのポルトに敗戦。2015から16シーズンより、イタリアのフィオレンティーナの監督に就任した。 2018シーズンより中国の天津県県足玉クラブの監督に就任した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。